バウンズパス乱れたが小牧収める。ショットクロック残り7秒、中のムボジへ。ハーダのマッチアップ、上から狙う。この辺りの軽やかさがムボジの特徴です。タイミングでファールをもらいました。さあハインズの3だ。こちらも決め返してきました。ならハインズの3ポイントシュート。ハインズはここまで1試合平均6オーバーヘッド、いや外に出た。ホンダオープンができた。3ポイントシュート、リバウンド、セカンドチャンス、ムボジ。ここでようやく一つランを切りました。ならあ2ポイントでした。ハーラーのハードショーくぐり抜けて藤高、軽やかに飛び込んでいきました。栗原がアタック、外に振って林、ぶつけながらショット、エンドワン。進化のファール、進化は個人ファール1つ目、静岡チームファール1つ目です。今のがシュートが決まって、さらにファールがありました。いやマンツーですね。林トップオブザキーから決めてきました。ショットクロック10秒を切る。三森のピック使いながらピックアンドロール、栗原に預けてミドルジャンパー。ボールを回す栗原、まあ、このあたり三森もねうまく、この栗原、まあ、ブロープレートスイッチ小牧に送ります。残り5秒、柳川に送ってスリーポイントシュート。復帰後初得点はスリーポイントシュート。早めにハーラーに預けた、押し込んでいくブロックショット。その後可能のファールがコールされてますね。これですね、まずはここショットクロックは14秒、本田アタックする、フェイドウェイ。さあここで奈良がハンドオフで林、栗原が一人空いていますが、ジャンプショット、リバウンド、ムボジ掴んで押し込んでセカンドチャンス、アタックだ。スリーポイントと見せかけてパス、橋本アタック、ブロックショット、ムボジ。もう一度掴んで橋本、林キックを使いながらジャンパー、うまくボードを使ってのショット。ここで奈良もようやく第4コー、なんとか残した藤高アタック、ローソンの壁振り切ってのスコア。ムボジ、ハーラー、ローソンに疲れながらリバウンド取りました。そしてスミスが斜め切り裂いてアタック、 N1。 ここまで、まあなかなかやはりこの途中加入、10月20日に入ったばかりということもあって、このチームとのフィッティング、まあ、プレー戻っています。時間を使い切って、さあシュートまで行きたい静岡。吉田中入り込んでブロックショット、ムボジ。